アジ散歩大人のソロキャンプ、やっていきたいと思います。おお、すげえ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 、あっち、あっち。火起こせたので次はですね、食事の準備にかかりましょう。じゃあベーコンとエッグ使ってちょっとジブリ風にいきましょうか。薄めのと太めのをちょっと交互に、結構豪快に入れた方がね、やっぱ一人やからね。ちょっと油引いてなじませながら、このなじませ方も結構やってる感じでしょ。照れますね。こういう入れ方も上手でしょ。これもうなんかもうベーコンだけでも良さそうやな。なんかこれめっちゃうまそうやもん。このベーコンの音が、この焼いてる時の音が変わる時があります。その焼いてる音が変わった瞬間に、塩コショウちょっと軽く塩とやっといてください。また早いよって、味付けるの早いよって言って、うん、はい、マヤマヤ今欲しいよって言ってる、今欲しいよって言ってる。ちょっと、あ、これはもう鉄板にうまいでしょ。これは美味しいよ。これうん、これ見て、これもう誰が見てもさ、これ絶対うまいやん。こんなの、あ、生きててよかった、うん。ちょっと皆さん、これ焼く前に一つポイントね。これちょっとこう、ちょっとフォークで、ちょっとこう刺しとく、これ刺しとく方がいい。それで、あ、ちょっと、これや、ジュー言うて、これこの火加減が一番いいんよね。でこっから手際がいるんよね。でちょっとこれね、あ、こっちゃ、こっちゃ。ちょっと塩ね、ちょっと塩、よし、胡椒ね。ひっくり返すときにすぐ行かなあかんからね、これスッと、このスムーズさが必要やから。これ見た、なこれで再生回数グッと伸びるから。うわー、一人キャンプ楽しい。うわ、肉汁すごい。これちょっと、これこうやってこう切って、これ切ってね、お肉の肉汁最高。これはほんまにもう最高の贅沢やね。もうたまらんわ。ミラモギリ、さあ、まあ、見るも引けたことやからね。これポイントね、湯結構、あー湯を、あーあー、でまたこのコーヒーが落ちるのをずっと見てるんよね。こう見ながらさ、いろいろ考えんね。寂しくなってきたし、あれや、誰かに電話でもしようかな。あの人しかおらへんやん、あの人しかおらへんやん、もう絶対出てくれる人、あの人しかおらへんやん。これ出た。もしもし、バンドさん。はいはい、バンドさん、今ね、どうした。今ね、大人のね、ソロキャンプやってんのよ。あ、ほんでソロキャンプで寂しくなったから、誰かに電話かけようかなと思って。ほんでみんな忙しいけど、暇な人見つけて誰か出てくれる人って言ったら、バンドリュウジしかおらへんなと思って、とりあえずかけたらすぐ出てくれたから、やっぱりなと思って。ありがとう。いやいや、そらそうやろ、お前のそんなさ、電話はもうすぐ出なあかんやろ。
このさ LINE の待ち受けカズさんとのツーショットになってるけども、お前とのツーショットにしたいけどさ、キングカジとの、うん、そうやな、西のキングカジやからね、うん、これ公認もらってるから何してんの今、今、うん、今ちょっとあの出かけてて、もうすぐ家帰って、で今その前にちょっとコーヒーでも買いに行こうかな。おちょうど俺もコーヒー飲んでたんや、やっぱりお前とやっぱ合うな合うなどこのコーヒー飲んでたんですか。えコーヒー、うん、俺ね、マンデリンっていうインドネシアのね豆が好きなのよ形から入るよね、なんか名前言えばもうなんかツーみたいな、もうこだわるよね。カジサンボ見てくれてるやんね。いや見てる、もちろん見てるよ、カジサンボって言ったよいやそこしか見てへんやんいやなんか質問もうまいなと思ってんねんな。高評価いただきました。いやお前のほんまなんか視界力みたいななんか上がってるなと思って。おー視界力まで言ってくれて、これおーなんか負けられへんなと、あいつもこう刺激になってますよ。あの僕もあのかけながらおばんざい見てますおばんざいは乗っ取られんようにせなあかんもう J リーグ特任理事からもうすごいじゃないですか活躍が。もういや別にその特任理事言うてでも YouTube 難しいよな、 YouTuber も難しいよな。でもな難しい、そんなな何やるんでも簡単なことはないで、ほんまに。まあやな、何がヒットするかも分からへんしな。そうあといろんなことやったらその分さ、いろいろなんか成長できるからさ、チャレンジやいろんなことに。ええやん、でもおばんざいや結構あれやん、再生回数伸びてるやん、ね、もう20万近くいってるやつもあるやんいや一番多いやつは40万ぐらい。40万ぐらいいってんの。うん、でも岡野さんのやつな。あでもいかへんやつは全然いかへんから。いやもうカジサンボ聞いてよ。いやカジサンボ聞いてよってね。なんぼか聞いてよ、その再生回数。いや知ってるよ。なんぼや、なんぼや。1万とか2万ぐらいいってるやん。あバカにした今完璧バカにした。40万とかやでって言った後に1問と2問言ってるよいや違う、だって俺もだってさ1個だけやん、そんなおいっぱい言ってんのなんて。何がよ、ええやん1個でも言ったら、俺1個も行かへんからね確かにそれはあるな。そうやろ、ね、今歩いてんの。いや今だからコーヒーを買いに来てんのにやな。お前とちょっと喋ってるからやな。あ買いに来てんやん。えどこに買いに来てんの。どこに行ってない。いや場所よ。場所？うん。東京のどこに買いに来てんの。いやお前またすぐお前個人情報言おうとしてるやん。はよ。どこに買いに来てんのだから。お前いつも言うか港区。うえー。田舎者。港区のどの辺よ。港区の。目黒の近くやな。グロメー。ありがとう、バンちゃん。コーヒー買ってよ、ほんだらもう。あー、コーヒー買うよ。ありがとうね。はい。ほんだら、元気で。はい。またね。もしもし。早ー、めっちゃ早い。え？めっちゃ早い、出んの。はい。暇やな。いや。これは。はい、アチュの店主、はい、木村敦史、はい、どうも。なんですか撮影中ですか。今カジ散歩の撮影中ですわ。はい、ソロキャンプしてんね、はい、今。はい、ソロキャンプですか。うん、一人でキャンプしてんね、はい、今。なるほど。もうね、なんか恋しながらやったら、もうなんか寂しいな言うて、で誰か暇ないやつにちょっと電話しようか言うて、はい、あ、おった言うて。なるほど、はい。ほなやっぱすぐ出たからさコロナ禍ではあんた飲食大変じゃん。いやそれはもうカリさんも一緒です。いやまあ一緒やけど、そのどう大変なんやろうなと思って、はい、喋り方が完全に仕事モードなんですけど。そんなことないよ普通やで、普通やで。作ってるでしょそのテンション。作ってないよどんなんもっと低いかこれやめてそういうのあれやで。全然違うじゃないですかプライベートの時。いや違うやん妨害やで仕事の。作ってますよこれ。そのキャラ
いやもう どうなん店大丈夫？いや大変ですよ。大変なの？でも昨日から再開したんですよ。あ、え、休んでたん？あ、最初すぐ解除されてすぐはちょっと様子見ようと思って市内はまだやってたんで、うん、で昨日から再昨日ちょうど大分線の予定だったんで、あーそうやね、で予約もいただいてたんでガンバサポーターの方から、あ、今の喋り方とかもさ、来ていただいてるんですとかって、はい、そういうなんかもうすごいね。いや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 、もうサッカー選手じゃないやん。もういや僕元気の時からこんな感じですから、ね、いや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 口悪かったで、ね、口悪かったで、ね、今でも思い出すよ、あの2500 2700か、あのクオリティは高かったよね。あれでね目覚めましたから。いやあれはほんまに高かったわ、はい、星原健太のあの中国語のあの歌ね、あれ、はい、なんであれやったんすかね。あれおもろかったけどなあれはもう伝説に残るファンがやったね、あれ。それしか言われないですからね、やめてからサッカー選手のことは何も言われんの、サッカーのプレーとか、あの年のあのシーズンのあのプレー良かったよとか一切ないの？ないですね。あのファンか良かったよって、はいはい、はい、いやそんだけインパクトが ないで、はい、ほんま。いやいやもうね楽しくやらせていただきましたじゃん、日本代表引退の真相、エネルギーがこう注ぎ込めなくなったというか、サッカーに対して、このままじゃこれ自分がダメになってしまうと思って、おお、指導者への転向ね、これね、アカデミーに意味があるのかっていうのがすごい引退してから子供もって考えるようになったのはなりましたよね。